こんばんは、リリアンです。最近肺炎のせいで全然海外旅行にできませんでしょう。日本に行きたいな。ちょっと思いすぎで昨日はちょっと眠れない。今疲れた。私の日本の一番好きな景色は何ですかね。日本のいっぱい大きい公園がすごく綺麗です。あと東京タワーが一番好きですよ。スカイツリーがもっと高いですけど、なんか東京タワーはちょっと歴史があると。それに友達から一つ東京タワーのことをしてました。東京タワーは手作りで作りましたそうです。そうです、手で作りました。あともし東京タワーの外の階段を登ったら賞状がもらえるそうですよ。この賞状は何の現実の意味はわからないけど、なんかちょっと面白いでしょう。今日は歌いたい曲は東京タワーとちょっと関係があります。聞いてください。太陽が差し込む街で目を覚ます。皆さん、この曲知ってますか？この曲は Perfume の曲です。これも日本ドラマのテーマ曲です。この Perfume の曲の PV はもしよく見えて、東京タワーの姿見えますよ。その以外にこの曲は実は東京タワーとあまり関係がありません。すみません。日本に旅行したいね。早く行きたい。東京タワー会いたいね。じゃあ私寝る。じゃあね。バイバイ。